おはようございます。キノチューブです。今日は10月20日、仕事が休みだったので今日は一人で朝川に来ました。この前子供と来た時は全然釣れなかったので、今日はまたリトライということで、ここで仕掛けと釣りをしてみたいと思います。釣れますかね。今日はだいぶ流れが変わっちゃってるんですね。だから少し水が出た時に来た方がいいのかもしれないですね。ということで挑戦してみます。あの辺にちょっと大きめの魚が泳いでるので、あの辺ちょっと狙っていきたいと思います。はい、キノチューブですが、今浅川から釣りをして帰ってきまして、まあぼちぼち釣れたので、この水槽に戻して放っていきたいと思います。ちょっと急いで帰ってきたので、どのぐらいのが釣れたのかわからないんですが、何匹ですかね、5匹ぐらいですかね、釣れました。今ブクブクをしながらですね、ちょっと放ちます。とにかくこう、ほっとくとちょっと油断するともう出ちゃいますね。工事の人が来たのでちょっと、帰ります。少し落ち着きましたかね。今回は飛び出ないようにちょっとしっかり網をしまして、こちらもですねちょっと隙間があったので養生テープで貼って、隙間がないようにですね、しております。今回は多分まあ飛び出さないとは思うんですが、ちょっと棚子等もねびっくりしてるんですが、ちょっと回ってみますね。こっちから見るとどんな感じかな。これはあれですかね、及川ですかね。逆光だとここに1匹いますね。はい、こちらにおります。もうちょっと大きくなるとね色がついてくると思うんですが、こっちにちっちゃいのがいますね。全部で 1,2,3,4,5 匹ですかね。
5匹ぐらい、はい、こっちに金魚と一緒に、こっちですね、泳いでおります。はい、こんな感じで浅川で、これは何ですかね、及川ですかね、を取ってきましたのご報告でございました。昨日取ってきた魚なんですが、今こんな状況でいます。で、私が来るとちょっと隠れてしまったりするんですけども、大きいのが2匹と、こっちに中くらいのが1匹と小さいのが1匹いますが、あ、ちょっとタナゴを追いかけたりしてますね。中くらいのが1匹いたんですが、ちょっと弱っていたので、こちらの大きなプラ船の方に移しましたら、ちょっと復活したような感じもします。及川は流れがないと死んじゃうよって言ってる人もいたので、ちょっと心配をしてますが、流れを作ってやらないとダメなのかもしれないですね。とりあえず弱ってきたら大きな船の方に移そうとか思ってるんですが、今はこんな感じで、上の方は隙間を塞いで、今度は飛び出なくしています。ということで、近況報告でございました。このままちょっと、生きていてくれるといいんですけれども、ということで、及川とタナゴの、水槽でございました。これなんですが、及川なんですかね、これはどうなんでしょうか。こっちもいます。ちょっとじっとしてますけれども、あ、こっち、あ、こっちのもあれだ、ダメだ、針がついてるんだ。昨日の映像を見ていたら、針がですね、まだ口に引っかかってまして、それを今日朝取ってやったんですが、また飛び跳ねて外に出てしまったので、ちょっと、声帯をですね、痛めつけてしまっているので、少し心配してますが、まあ、今のところ泳いではいてくれるので、なんとかこれで、耐えてくれるといいなと思っています。